監督をする上で演劇と映画の違いというのはどのあたりにあるとお考えでしょうかという質問があるんですけど、これは違いというのは意識されたりしますか？そうですね。映画は、演劇は、作りながら、まあ、稽古をしながら書いていったりするんですけれども、映画の場合は、本が、撮影に入る前に本がなくてはいけないということが一番大きいです。それが一番大きいかな。それと、映画の場合は、そんなに、セリフ、会話がね、長かったりしたら、ダメなんじゃないか、と、思っています。けれど、結局長くなっています。あと、本も、台本も、撮影の前に、書いて、完本してなくちゃいけない、とは思っていたんですけど、結局、完本しませんでした。途中で実は撮り始めました。途中で入っちゃいました。だから結局演劇と同じやり方で。まさか最後に今リビングで電話をすると思わず、最初のうちはそこに電話が置いてありませんでした。あとこんなに長くなるとも思ってなかったっていう、その辺が計算外れっていう感じで、次からは完本してから撮りたいと思います。役者さんの立場から見るとどうですか？演劇と映画ってどういう感じで違いますか？多分どちらもよく出演されてると思うんですけど、特に役者さんは、はい。まあ、そうですね。どう違うかな。いや、同じ山内さんの作品なので、やってる側からすると別にさ、なんだろう、そういうところに違いはないんですけど、はい。ただまあ、お客様いないので、カメラ、だからそれも、このところにも入ってるのかな、みたいな、意識の幅がちょっと、その全体をこう、お客様を意識してるのと、カメラを意識してるのと、ちょっとこう、なんだろうね、アンテナの張り方が違うぐらいかな、っていう感じです。そっちから。そっちから。あ、この映画は、来年、都内に。来年6月です。都内で公開です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今年の12月には僕のやっている演劇白ヤギの会ワクチンの夜っていうタイトル。これには岩屋さんが出てきます。それとちらっと出ていた中山久一郎君ですけど、韓国語で喋っていた韓国人の友人の恋人役に出てきた人です。中山くんも出てきた。岡部隆さんも映画ではちらっとだったんですけど、この演劇ではたくさん出ています。そんな感じです。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それではこれにて、夜明けの夫婦キャンベルを終了いたします。ありがとうございました。